連戦続きます。開幕となりました堺ブレイザーズ、対するは大分三好、愛知アドラを迎えての開幕戦、今日明日と連戦続きます。昨年は、リーグ V リーグ5位でした堺ブレイザーズ。昨年は、リーグ V リーグ5位でした。スタンドからも声援が、拍手での声援です。今年は挑戦者らしくぶつかって楽しみなシーズンを迎えていくという堺ブレイザーズキャプテンできた拍手での声援です。あ、松本のサーブ、おっと大きいか、サーブミス、楽しみなシーズンを迎えていくという、得点は大分三好に入ります。堺ブレイザーズキャプテンできた、12対9、松本のサーブ、おっと大きいか、サーブミス、楽しみなシーズン、得点は大分三好に入ります。12対9、そこいいところです、キャプテンのできた、自分でレシーブして、そしてそこを打ってきました、いいところです、キャプテンのできた、13対9、自分でレシーブして、サーブはバーノンです、そこを打ってきました、いいところです、いいサーブはどうだ、アウトです。エンドラインギリギリのところを狙ってきましたバーノンのサーブはわずかにアウトになりました。いいサーブはどうだ、アウトです。エンドラインギリギリのところを狙ってきましたバーノンのサーブはわずかにアウトになりました。モゲニのサーブです。いいサーブはどうだ、アウトです。クロスで打ってきました樋口、井口も今日は非常に決定率が高くなっています。レフトからの攻撃、ブロック1枚間に合いませんでした、西に川口が飛んでいきましたが決定率が高くなっています。得点は堺です。さあその樋口勇気のサーブ、ブロック1枚間に合いませんでした、カウントパット拾った、得点は堺です。アンダーで上げる、樋口勇気のサーブ、ワンハンドでつなぐ、さあカウンターパットがもう1回ブロック開けて、どうだ、追いつく、拾った、打てるか、打ってきた、決めています、堺です。ワンハンドでつなぐ、素晴らしい攻撃、難しい体勢でしたがよく打ってきました、打てるか、打ってきた、決めています、堺です。素晴らしい攻撃、難しい体勢でしたがよく打ってきました。さあこの第4セット15対10と点差が5点になったところで大分三好この第4セット1回目のタイムアウトです。さあこの第4セット15対10と点差が5点になったところで大分三好、大分三好このセットもブロックポイントはあるんですがなかなかスパイクは決めきれないというところでしょうか。こちら牟礼監督、第1セットを取っていいスタートを切ったんですが第3セットと失っています。後がなくなった大分三好、第4セット5点リードを許したところで1回目のタイムアウトを取っています。後がなくなった大分三好、第4セット5点リードを許したところで1回目のタイムアウトを取っています。後がなくなった大分三好、第4セット、さあ堺は深津、まあ、セッターに変えて重富を入れました。重富ヒューガです。そして大分三好も伊藤に変えて古賀が入ります。重富を入れました。重富ヒューガです。両チームともセッター変えました、セッター下げました。そしてモゲにも下げました、モゲにも下げて井口を入れます。古賀が入ります。重富を入れました。重富ヒューガです。両チームともセッター変えました、セッター下げました。そしてモゲにも下げました。大分三好としてはもうここで止めたいところです。堺はもう一気に行きたい。ちょっとレシーブ乱れてたか、サウスポー打ってきた、ストレート見事です。古賀健太レフトからでしたが古賀はサウスポー、ご覧いただきましょう、ブロックを見事打ってスパイクを決めてきました。レフトからでした、見事なスパイク決まって15対11、ご覧いただきましょう、ブロックを見事打ってスパイクを決めてきました。おいいサーブ、サービスエース、ここで来ました、カウンターパットのサービスエース、15対12、
その差3点。おいいサーブ、サービスエース。いやレシーブ木口、ここでカウンターパット上げることができませんでした。15対12、その差3点。おいいサーブ、サービスエース。いやレシーブ木口、上げることができませんでした。これもいいサーブ。うん、決めてきました。バーノンです。このバーノンのスパイクブロック1枚でした。決めてきました。バーノンです。さあ大分三好はカンタパッドに変えて藤原翔太が入ります。スパイクブロック1枚でした。決めてきました。さあそして酒井は赤星が入ります。大分三好はカンタパッドに変えて藤原翔太が入ります。さあそして酒井は赤星が入ります。レシーブに出した。ブロック対応している。もう一度山田、ブロックはアウトですね。山田がスパイク、それを止めに行った酒井でしたがブロックアウトになりました。ここで再びできたが戻ります。アウトですね。山田がスパイク、それを止めに行った酒井でしたがブロックアウトになりました。さあサーブは川口隆、ミドルブロッカー。山田がスパイク、それを止めに行った酒井でしたがブロックアウトになりました。速攻は決めてきました。松本です。ミドルブロッカー、ここはいい攻撃を見せています。酒井ブロックは1枚だけ。ここは決めてきました。松本です。17対13、はいい攻撃を見せています。酒井ブロックは速攻できた。ネットをうまく対応して返しています。17対13。いやいいスパイク。18番小賀速攻できた。今度はライトから打ってきました。いやいいスパイク。早い攻撃でしたね。ストレートに打ってきました。小賀のスパイクが決まっています。17対14。さあ3点差ですが、この第4セット大分三好、なかなかこの3点差が縮まりません。小賀のスパイクが決まっています。さあサーブはサウスポー左の小賀健太、連続ポイントが欲しい大分三好です。大分三好なかなかこの3点差が縮まりません。いいサーブ、どこ使う。バーノン使う、決めてきました。レフトからバーノンです。高さがあります。いいサーブ、ご覧いただきましょう。2枚ブロックのアルカウエからバーノンです。高さがあります。点差は4点。ご覧いただきましょう。大分三好はセッター伊藤が入っています。迫田博士、どうだ、アウト。ギリギリのところを狙ったんですがサーブミス、アウトになりました。18対14。どうだ、アウト。酒井としては引き離したかったところでしたが、なかなかうまくいきません。サーブミスでポイント得点は大分三好。さあ山田のサーブ、酒井としては引き離した。山田は今日は第1セットサービスエースを決めています。ここはネットにかけてしまった。ここは大分三好。